い、皆さんこんにちは。浅バー亀仙流チャンネルの浅バーです。今回はちょっと、複雑なお話になってしまうんですけれども、ミニッツのタイヤの、グリップについて お話ししたいと思います。タイヤの、種類については、まあ、以前動画の方でご説明したんですけれども、今回はタイヤの使い方について詳しく説明していきたいと思います。まあ、詳しくといって、まあ、タイヤにじゃあどんな使い方があるのかという話になるんですけれども、例えば、まあ、大きいラジコンであれば、その新品を買ってきて、まあ、説明書通りに、例えばホイールにタイヤを装着して、まあ、接着剤で装着すればそれで完成します。で、まあスポンジタイヤと呼ばれるものですら、接着した後にヤスリなどで、タイヤの径の調整、大きさですね、大きさの調整をすれば、まあ、それで済むんですけれども、ミニッツのタイヤというのは、あの装着の仕方とかによってグリップがすごく変わります。で、その違いというのがなかなか最初の頃はわからないと思いますので、まあ、最初これを説明してしまうと、逆にそんなに難しいんだったらちょっともうわからないよっていうふうに思ってしまうとは思うんですが、とりあえず知識としてそういうものなんだというふうに覚えていただければと思います。はい、まあ、段階を追って説明していきます。まず、タイヤ、まず新品ですね、ホイールに、新品を装着した状態が、まあ、新品の状態だとして、まあ、これが、まあ、グリップが、まあ、それなりに高い状態になっていると思います。で、まずこの状態から、走っていくと、タイヤ、ミニッツのタイヤはゴムになりますので、まあ、どんどん、ちっちゃく、まあ、消しゴムみたいな感じで使えば使うほどどんどんちっちゃくなっていきます。はい、で、まあ、ちっちゃくなっていくとどうなるかというと、ミニッツの場合タイヤがちっちゃくなればなるほどグリップがどんどん低くなっていきます。はい、まあ、低くなるっていうと、まあ、曲がらなくなるっていうことなんですけれども、まあ、そもそも新品の状態のタイヤっていうのがグリップが、まあ、ありすぎて、転んでしまうぐらいな感じになりますので、まあ、薄ければ薄くなるほど、実はミニッツの場合フロントタイヤは使いやすくなります。はい、まあ、そういう感じで、まず、タイヤの大きさによって、タイヤのグリップが変わるということをまず頭の片隅に置いておいてください。はい、で、まあ、一つ目がタイヤ系ですね。で、次、両面テープです。まあ、これが意外と知らない方が多いと思うんですけれども、こうタイヤをホイールにこう接着というかこう装着した時に、やっぱりそのままだとずれてしまうからっていうんで、まあ、ずれ防止のために何も考えずもう接着、貼り付けですかね、してしまうっていうふうに最初は考えがちなんですけれども、その両面テープで貼ったタイヤと、何もせずにそのまま装着したタイヤと、最初の頃は同じタイヤをつけたらグリップは同じだろうと思っていたんですが、実はそこに大きな落とし穴があって、その使ってる両面テープをまず使ってる使ってないでグリップがまず変わってしまいます。どのように変わるかというと、両面テープを使ってないものよりも両面テープでちゃんと貼り付けたものの方がグリップが上がります。例えばリアタイヤに、両面テープを貼ったものをつけた場合は、貼ってないタイヤと比べてリアがしっかりグリップするようになります。なので、まあ、グリップをしっかりさせたいなと思った場合はもうバッチリ、貼り付けた方がいいということになります。逆にフロントですね、フロントに、使う場合に、フロントのタイヤをグリップを上げすぎてしまうと曲がるというよりは転ぶという感じになってしまって、グリップが高すぎる状態になってしまいます。はい、なので、フロントのグリップは、場合によっては両面テープを使わない方が、グリップがちょうどよくなっていい場合があります。はい、という感じで、その車によってその両面テープを使う使わないでグリップの調整ができますので、もしグリップをさせたいなと思えば両面テープで貼ればいいですし、グリップをさせたくないなと思った場合は両面テープを使わない方がグリップがしないということになります。これが両面テープを使った場合と使わなかった場合のグリップの差になります。
はい、で、次ですね、その話をさらにもう一歩進めると、両面テープの種類によってもグリップが変わってきます。まあ、どのように変わるかというと、まあ、両面テープっていうのは結構皆さん全部同じっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、両面テープのその売り場ですねに行っていただくと、結構超強力とか強力とか、繰り返し貼って使えるとか、結構ものすごい種類がいっぱい出ています。で、その、粘着力の違いによってもグリップが変わってきます。もちろん、グリップ、接着力が強いものほどグリップが高く、グリップ接着力が弱いものほど、グリップが低くなります。なので、順番でいくと、両面テープを貼らないものが一番グリップしない、で粘着力の弱い、両面テープが次にグリップをする、そして、グリップ粘着力が強い強力な両面テープを使うと、一番グリップをするという順番になります。これが、両面テープの粘着力によるグリップの違いですね。はい、そしてさらにもう一つ、グリップを変える要素があります。それは、両面テープを貼る幅ですね。両面テープを貼るときにこうホイールいっぱいに、バッチリこう貼ってしまいがちなんですけれども、そこの両面テープの幅によってもグリップが変わります。例えばリアタイヤのようにしっかりグリップをさせたい場合は、こうホイールの前面に貼ってバッチリ貼り付けた方がいいんですが、フロントタイヤの場合はバッチリ貼ってしまうと転んでしまう原因になりますので、全貼りではなく半分ぐらいの貼り方にした方がいい場合が多いと言われています。はい、という感じで、最初は両面テープを貼る貼らない、次は両面テープの粘着力の強さ、そして最後は両面テープの幅ですねによるグリップの違いというもので、グリップを調整できるという話をしてきました。はい、ここまでが割とですね、初心者の方でもそんなに難しくなく、誰でもそれぐらいだったらできるかなという判断基準のところになると思います。はい、ミニッツカップなどのレースでもここまでは、ノービスクラスや、プロダクションクラスといった初心者から中級者が参加するレースでも認められている、タイヤの使い方になります。ここから先ですね、この、線から下の部分、なんか見たことのないようなことが書いてあると思うんですけれども、この逆履き、耳出し、かさ増しと、この3つの、要素が、実は、ミニッツのフロントタイヤ、難しいと思われている、一因になっています。ただしこれを覚えて使いこなせるようになると、本当にミニッツが楽しく走れるようになります。なので一応ですね、今回はそういうものがあるということで、知識として覚えていただけたらいいなと思います。はい、この3つのもの、これは何かというと、まず1つずつ説明していきます。まずは逆履きですね。この逆履きというのは何かというと、ミニッツのホイールというのはこう装着するときにこう内側にリブがあって、そこでこうはめた時に、ずれないようになっています。形にするとこんな感じですかね。こんな感じでここにリブがあって、この辺のタイヤをつけるので、タイヤの方もこういう感じで、こういう感じですかね、こういう感じでリブに引っかかるような、タイヤもこういうような形をしていて装着できるんですが、普通であればこれをそのままこういうふうに引っかかる、この部分とここの部分を合わせて、つけるんですけれども、逆履きというのはもう読んでその名の通りですね、これをひっくり返して装着します。なのでタイヤがこういう感じで、こうか、こういう感じで装着されるような感じになります。こうか、
こうか、こうですね。ちょっと絵がちょっと下手くそなんで分かりづらいと思うんですが、要はホイールからこの本来リブのところに引っかかる部分が外にこう飛び出した状態で、履くようになります。でこれは、ここに引っかかって、まあ、ここで止めた状態になってますけれども、これはもうここの履き方によってはちょっとここまで行って、まあ、こういうような履き方もあるということですかね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、要は反対側にして装着すると、まあ、本来とは逆の使い方をするというのが逆履きになります。で、なんでそんなことをするかというと、実はフロントタイヤというのはこう曲がってる時にこの角の部分がしっかりくっついていると、そこでこうグリップしてしまってすごく転びやすくなってしまうんですね。まあ、転びやすくなっているというか、グリップが強くなってより曲がろうとしてしまいます。で、逆にその角の部分がひっくりになるとこう薄くなってこうベロ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 してるわけなんですけども、そのベラベラすることによってグリップが逃げてくれるので、転ばずに走れるようになるんですよ。これが聞いてるだけだとちょっと信じられないと思うんですけれども、実際にやってみると明らかにグリップが逃げてくれて、こう転ばないで走れるようになるのが体感できると思います。これは、かなり初期の頃ですね、ミニッツカップの第3回とか4回ぐらいの時に僕は関西の方の、参加していた選手の方から教えていただきましたので、もう本当に十何年前からある手法なんですけれども、これ逆履きという、誰が開発したのかちょっとわからないんですけれども、まあ、そういうものがあります。それがまず一つ、逆履きですね。で、次、耳出し。耳出しというのは先ほどもちょっともう言っちゃったんですけれども、こうホイールに装着した時にこの要はこのリブがあってもリブのところでこう止めないで奥までグッて入れちゃえば、このホイールの中にこうその耳の部分も入ってしまって単なる逆履きにもできるんですけれども、そのリブのところでこう止めてやると当然あのタイヤのホイールに対してタイヤが余ってしまうので、その段差の部分ですね、段差の部分がホイールの外に出てしまうと、これが耳が出てしまっているような状態なので耳出しですね、まあ、こちらのタイヤがちょうど耳出しになってるんですけど、分かりますかね、ここの外の部分、ここが外に出てるんですね、これが耳出しというものになります。で、まあ、これはセッティングの一つになるんですけれども、まあ、耳を外に出すかで、耳を出さずにもう内側まで入れてしまうかによって、これはもうセッティングになります、まあ、耳を出した方が、グリップが逃げてくれるので、より転びにくくなって曲がりづらくなると言われています、はい。まあ、ここはまあセットみたいなものですね、はい。そして最後、かさ増しで、これが、最後あるんですけれども、これは何かというと、結局タイヤのグリップの調整、このタイヤ径っていうのがありましたけれども、タイヤ径を小さくするとグリップがしなくなるというのはどういうことかというと、結局はこのタイヤの厚みですね、厚みが薄くなってくれるとグリップがしなくなるということになります。はい、ただタイヤの厚みを、まあ、なくすために小さくしていくと、当然タイヤがどん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 ちっちゃくなっていってしまいます。はい、そうするとやっぱりそのボディによってはフロントがこう擦ってしまって走らなくなってしまうということになります。でそれを防止するためにタイヤは薄くしたい、でもタイヤの大きさは大きいままにしたいということで考えられたのが、ホイールに両面テープを何重も巻いて、その最初のホイール、まあ、最初のホイールがこれぐらいだとしたら、その両面テープを何枚も巻くことによって、その最初の状態を大きくしてしまうと。でその大きい状態から、任意のタイヤの厚さにすれば、タイヤの大きさは大きくなるけれども、このタイヤのゴムの薄さは変わらないということで、グリップを変えずにタイヤを大きくするという技術が生まれました、はい。という感じで、かさ増し、逆履き、耳出しというものがあります。でここに
当然、そのかさ増しをした後に、タイヤを接着する時の両面テープの付け方なんかも、当然先ほど説明したように、粘着力が強ければグリップしますし、粘着力が弱ければ、グリップがしないということで、今説明したものをこういろいろと組み合わすことによって自分の好みのタイヤを作ることができるということになっています。でこれをするためにはタイヤセッターといってこうタイヤをこう回してそれをヤスリでこう削って小さくするような機械があるんですけれども、それを必要になってきたりするので、それで難しい、初心者の方はそんなもの持ってないからできないよっていう話になって、これがやっぱり難しくて、これはミニッツを初心者の方が始めるにあたって難しいからダメだと言われている要因になっています。はい、ただこの最初は話だけ聞くとすごい難しくて、こんなのちょっと無理だよ、そんなことやらなきゃいけないんだったらもうとてもミニッツなんかできないよっていうふうに思ってしまうと思うんですが、サーキットデビューにしていただいて、その常連の方とかに会って、教えていただくと結構やり方というのはちゃんと教えてくれることが多いです。でいざ自分でやってみると意外とちゃんとできてしまいます。はい、そしてそのタイヤを削る機械というものは、もちろん自分でも購入することができて、だいたい安いもので1万円ぐらい、高いものですと3万円ぐらいするんですけれども、それを1個1回買っておけばもうずっと使えるものですし、場合によってはサーキットに置いてあるところが結構多いので、それをサーキットのその利用時間中に自由に使えたりもしますので、それを一回やり方を覚えておけば、このやり方をして作ったタイヤとただ新品をはめたタイヤで比べた場合にはもう圧倒的にこっちの方が走ってて楽しいタイヤになりますので、これは覚えておいて損はないと思います。はい、ただ最初に説明した通り、ここから下という部分はやっぱり難しいというふうに思われていますので、最初に説明した通りにノービスクラスとかプロダクションクラスや GP6 といった初心者から中級者が参加すると言われているクラスでは、ここの部分は使えませんよというふうにレギュレーションで定められています。はい、ただ準備は大変なんですけれども、準備さえしてしまえばものすごく楽に走れるものですので、ここはですね、できれば覚えていただいた方が僕はいいんじゃないかと思って今回説明させていただきました。はい、というわけで、かなり、ちょっと複雑っていうか難しい話をしてしまったので、なかなか理解はできないと思うんですが、こういった話というのはネットで聞くよりも実際にサーキットに行って常連さんに教えていただいた方が本当具体的に分かりますので、そこはですね、サーキットに行って知り合いを作って、いろいろとそのノウハウを教えてもらえばいいのではないかと思います。はい、で実際どういうふうに作るかというのは、僕のお友達の畑っちさんの畑っちのラジコンチャンネルの方で作り方の動画を上げていますので、このあたりにリンク先貼っておきますので、ぜひそちらの方も参考にしてみてください。はい、というわけで今回は、ミニッツのタイヤの種類から先に一歩進んだタイヤの使い方の、説明をいたしました。